エシュロンに関する施設だと言われている、イギリス空軍、メンウィズヒル基地にあるレドーム。北緯54度00分29秒、整形1度41分24秒、北緯54.00806度、整形1.69、000度、54.00806-1.69、000、三沢基地、姉沼通信省奥に見える。 大きな臨場のアンテナ施設は、通称、ゾウの檻と呼ばれていたが、すでに使用が中止され撤去が予定されている。北緯40度43分14.3秒統計141度19分21.7秒、北緯40.720639度統計141.322694度、40.720639141.322694、エシュロンは、 アメリカ合衆国を中心に構築された軍事目的の通信防受システム。同国の国家安全保障局主体で運営されていると欧州連合などが指摘し、エドワード・スノーデンの告発により、プリズムで優先データ通信さえも登聴されていることが明らかになった一方、アメリカ合衆国連邦政府が認めたことはない。名称は、ダムを意味するフランス語へシャロンに由来する。 1943年5月17日に、英米通信防受協定が結ばれ、ベノナプロジェクトも開始。この時にエシュロンシステムが誕生したと言える。1948年には、米、英、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド間の秘密協定として、ウクサ協定が結ばれ、通信防受の協力体制が作られた。1949年には、 統合参謀本部安全保障局が作られ、1952年には国家安全保障局に改編された。この頃からエシュロンシステムは拡大を始め現在に至る。1972年の元 NSA のペリー、フェルークによる暴露で NSA の大規模な通信防止活動は初めて認知されるようになった。当時アメリカではウォーターゲート事件など 米国政府による盗聴が問題となっており、フェルックはダニエル・エルズバーグによるペンタゴン・ペーパーズに触発されたという。その後、関係者による暴露が相次ぎ、1988年にダンカン・キャンベルによってエッシュロンと報じられるようになった。2001年7月、欧州議会のエッシュロン通信防止システムに関する特別委員会は、世界的な指摘、または 商業通信の傍受システムの存在という最終報告書を発表した。この報告書では、ウクサによる全世界的な傍受システムが存在することは疑いないと断定し、また、重要な点は、軍事通信だけでなく、指摘、あるいは商業通信の傍受を目的としていることで、あるとしている。ただし、傍受システムの限界として、 どれだけ大規模なリソースと能力を用いても全ての通信の徹底的で詳細なモニタリングは実際にはその膨大な通信量から不可能であるとも指摘している。ジャーナリストの池上明によれば日本にもエシュロン防止施設は存在し青森県の三沢基地に置かれている。また朝日新聞も2001年に日本を含むアジアオーセアニア地域に置かれた。 防受基地の存在を報道している。今日ではデータ通信の大部分は光ファイバーを利用した優先通信によって行われており、防受することは極めて困難である。それでも例えば20世紀末までは海底ケーブルの中継機に防受装置を取り付けることで光ファイバーでも登聴が可能であったが、1997年以降からは電気アンプから光学的に増幅するアンプに変わった。 ために不可能になった。2000年1月下旬にエシュロンシステムが全面的に72時間システムダウンし、修復作業に150万アメリカ合衆国ドルがかけられた。ありがとうございます。